趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、ワイシャツです。普通の携帯安定のワイシャツでございます。前身頃にですね、すごいたくさんシミがあって、とてもじゃないですけども、このシミがきれいにならなければもう着ることができない状態でございます。飲食に伴うシミなんでしょうか。実はこのワイシャツはですね、当店で集配して、お伺いしてですね、ご自宅にお伺いしてお預かりしてくるんですけども、袋に入った状態でお願いしますっていうふうなことで、その場で、相互確認をしない常連のお客様なんですよ。で、このワイシャツを着るご本人の方もいらっしゃらないですし、家族の方がですね、袋に入ったものをただこう受け渡しするというふうな感じでお預かりしてきているものなので、これからですね、そのお客様にご連絡を差し上げまして、シミ抜き等のご説明をさせていただきながらですね、きれいにしていきたいと思います。こうたくさんシミがあるじゃないですか。これ一箇所一箇所シミ抜きをしていくとなるとですね、かなり高額になってしまうんですけど、全体処理でなんとかきれいになるんであればですね、そんな時間かからないので、できるだけ時間がかからない、つまり低料金で綺麗になるように工夫したいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、ワイシャツのシミ抜きが終了いたしました。非常に落ちにくいシミでございましたが、なんとか綺麗にすることができました。白無地のワイシャツですから、かなり洗浄力を重視した作業をすることができましたので、このようにいい結果を出すことができたんですけども、シミが落ちなければですね、どん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 シミ抜きを強くするとか、このようにたくさんシミがある場合は洗浄力を重視した全体処理を何度も繰り返すという風な感じになってくるんですが、きついことをすればするほどですね、望ましくない変化が生じてしまう可能性も増えてしまいます。きついことをしても大丈夫なものであれば、落ちにくいシミでも落としやすいんですけども、きついこととか、そういった洗浄力を重視した作業全体処理がしにくいという風な場合はですね、落としやすいシミでもやっぱり厄介になってしまいます。今回は落としにくいシミではありましたが、きついことができたので綺麗にすることができました。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。